ということで、クラブハウスの2階でレンチ料理かな、うん、コース料理みたいです。よかった、明るいうちで。ゴルフ場が綺麗に見えます。なるほどね。アスパラとズッキーニにしよう。あー、それ美味しそうだよね。乾杯。乾杯。明日頑張ろうね。かぶっちゃったね。うん、うん、おいしい。おいしいです。フランスのスパニッシュオムレツになります。おお、おしゃれ、うん、おしゃれね。いただきます。おいしそう。うん、すごい。ピーマン、うん、ピザみたい。うん、おいしい。これ何？サワー、サワークリーム、うん、クリームチーズ。うん、おいしいね。これがアスパラとズッキーニの冷製スープですね。じゃーん、すごい、好き、好き。これパンかな、うんうん、おいしい。うん、オリーブオイルがいっぱいかかっててね、いい香りです。白いのね。チーズ、チーズ、うん、フロタンチーズですね。ちょっとあの私が苦手な香りがします。ムール貝、ムール貝が入ってるね、うん、お魚。すごいなんかレモンバターソースみたいな感じ、うん、すごいなんかカレー粉みたいな、うん、あ、本当だ、うん、さすがですね、ちょっと。どうしよう、全然違うかったら。いいシカ、シカク、カモ、カモですね。カモです。なんかドーム、ドームに包まれている。煙出るやつや。いけるよ。あ、トリュフ。ホタテにトリュフ。おいしそう。どう？鹿の味する？鹿の味しない。あ、する？じゃあの、すごいね。胸肉なのに。やわかい。脂肪がすごい。すごい。やわらかい。いただきます。うん、うん、すぐ美味しい。すごく今口に入れる前に美味しいっていうか悩んだぐらい。うん、うん、トリュフいただきます。黒トリュフめちゃうま、うん、トリュフですね。うん、美味しい。美味しいね。なんだっけ、ゴルフ懺悔、あ、違う違う、なんだっけ懺悔すんのなんだっけ、懺悔してる。ゴルフトークウケんだけど、ゴルフ懺悔します。うん、リサちゃん、得意な距離、距離、距離、得意な飛距離、あ、うん、飛距離っていうか距離、距離、距離、うーん、100ヤードぐらい。あー、そうなんだ、うん、100ヤードだと48ドル、うんで打つんだけど、例えば上げてるとかっていう時は、うん、ワンクラブ上げて、うん、ピッチングで、うん、こう距離感を出しながら、うん、合わせて打つみたいなのが100ヤードだとすごいなんかね、感覚的に打ちやすくて結構好きかも。逆に苦手な、うん、160ヤード6番なんだけど、はいはいはい、あのね、6番が6番やん、入ってるクラブの中で一番番手が高いんだけど、なんかちょっと上げてたらすぐ9番ウッド、うん、あ、逃げるね、逃げがち。なるほどね。9番ウッドでなんかこう合わせて打った方がイメージもできるし乗るし、試合中とかテスト受けてる時はやっぱしびれるじゃん、うん、260ヤードとか158ヤードって、うん、絶対6番やなんだけど、うん、9番ウッドをちょっと短く持ってちょっとカットに打って乗せるみたいなことをやってた、うん、そうなんだ、うん、あんま6番アイアンをこう本当に調子いい時しか打たないんだ。スッとは持たないかもしれない。なるほどね、うん、明日はさ、うん、レディースティーでさ、多分距離ちょっとどれぐらいか分かんないけど短いじゃん、うん、多分さ、今までさ、うん、やってきた距離よりかはさ、うん、また変わるじゃん、多分打つ、うん、セカンドとかが。そうだね。そういう時とかなんか狂ったりしないの？いや、するする。なんか打って、うん、
穴行っちゃったんだけど大丈夫みたいな。あるんだ。ある。私さ、やっぱさ、レギュラーティーだとさ、うん、もうセカンドほとんどウッドになるじゃん。そうだね、うん、そうするとアイアンほんと振らない状況になるのね。あ、そかそかそか、ウッドばっかり。そう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 、うん、でもレディースティーやるとさ、うん、絶対なんか7番とか8番とか9番とかを、うん、そうそう使うようになると、うん、やばい最近アイアン打ってなかったみたいになるのね。うん、でも基本レディースティーじゃなくてフロントとかレギュラーのが多いよね。そう、レギュラーで多いから。ニューカレドニアでも言ってたよね、うん、やばいアイアンやばいみたいな。もう私の場合セカンドレギュラーティーで乗せようみたいな気持ちにならないから、うん、なんだろう、集中もしないわけ、レギュラーティーの方が。あー、なるほどね。ピン、うん、を刺していけないから、そう、もうあの辺にみたいな、バンカー避けて避けてみたいな打ち方をずっとするのね。超適当になるわけ、すごい適当。なるほどね。でもやっぱそれは新しい感覚を知ったかも。だからそっか、そう、レディースティーだとやっぱアイアン持つ距離になるから乗せなきゃってなるの。分かった。私がフルバックでもある感覚と一緒だよね、うんうんうん、そうそうさ、ウッドしか持たないからセカンド狙えないし、うんうん、あそこでいいや、寄せて、うん、パーでいいやみたいな、うんうん、分かる。そう、楽しくなくない？楽しくない。なんか飽きる時あるよね。飽きる。頑張っても頑張らなくても、うん、3打目頑張ればいいだけだから。そうだね、3打目とパター。超分かる。だからドライバーもピヨーンって感じ、うん、いいや、うんうん、ここみたいな。レギュラーティーだし、こんなもんしてしょ、うん、みたいなね。そうそう、乗んなくても別にっていう。乗んないしみたいなのもあるんだよね、うん、頭の中にね。だから全然疲れないのね、うんうん、だからどうなのかなって。やっぱなんかアイアンを本当にこう上達させたいんだったらやっぱレディースティーで回ってた方が、うん、そうだよね、絶対と思う。もう1ヶ月おきぐらいに、ね、今月はレディースティー、うん、今月はレギュラーティー、うんうんうん、とかってやってもいいかもしれない。なるほどね、うん、アイアンが触れてきて今度ウッドが使えなくなって、うん、翌月はウッドを使ってアイアンちょっとお休み。私もたまに、うん、こうバックでやろうよみたいになった時は、うん、やりますみたいにやって、うん、じゃあ今日はウッドを練習しようってい う, こう切り替えでやってるかも、うん、なるほどね、うん、そうだよね。それがとの伴わないとやっぱ80ちょこちょこ打っちゃうし、80ちょこちょこまとまれば70代でバックからでも回れちゃうみたいな、うん、すごいね。があるから、うん、そういうなんか目的として楽しんだ方がいいかもしれない、うん、今日はこれ、いいんだよね、今日はこれみたいな。そっかそっか、うん、なんかじゃあまあ1ヶ月おきじゃなんか気分があれだから、うん、3日ごととかね。そうだね、3ラウンドおきとかでもいいかも、うん、とか1ラウンドおきとか、うんうんうん、でやった方がいいのかな。やっぱ、まあ、2ラウンドかな。2ラウンドね、うん、前回できなかったこのアイアンを今回はみたいな、うんうん、そうだね、練習復習みたいな感じでやった方がいいかもしれない、うん、じゃあ今年はそういう感じでいこうかな、うん、だからなんか私、まあ、過去のね、うん、あのお話ですけど、ええ、そのテストをさ、うん、こう受けてる時期、うんうんまあ、テスト始まりますっていう1ヶ月前ぐらいから練習ラウンドとかに行くんだけど、その練習ラウンドでやる、うんヤーテージ、うんまあ、試合で使うヤーテージ、うん、6400だったら、うん、基本その6400の例えば他にコースに行くってなった時は、うん、その6400ぐらいのティーグラウンドを探してやったり。あ、そうなんだね、まあ、極力他のコースには行かないようにしてた、うん、もう毎週もうその距離でね、狙うからね、その距離、そのゴルフ場で毎週、うん、練習ラウンドを入れてやってたから、うん、変にこう違う感覚を入れたくないみたいなところはあったかな、うんうん、なるほどね、うん、なんか心ちゃんがその出会った当時、うん、すごいなんか、うん、私のスイングを携帯で撮ってくれて、うん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 、とにかく見てるみたいな、うん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 、めちゃくちゃ見てるって言ってくれてて、うん、確かに一緒に回ってて、うん、ちょっと調子悪いなみたいな時に、うん、心ちゃんが、うん、なんかりさちゃん今日ここが違うよみたいな、うん、サブコーチみたいになってる時があって、うん、すごいね、助かった時期だった、すごい、うん、それほど多分見てくれてたんだと思うんだけど、うんうんうんまあ、研究熱心だしね、そうだね、心ちゃんね、うん、
心ちゃんに助けられた時期とか結構あった。パターとか、パターとか言ってるのね。すごいなんか逆に教えてもらってた、うんうん、もっとさこうした方がいいかもしれないみたいな、うんうん、確かにそうなんだ、うん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 、でリンゴルフを見て、うん、あ本当だこうなってる言ってたもんね、直さなきゃみたいな時すごいあった、うん、そうだよね、うん、言ってたもんね、うん、なんかパター苦手って言っててさ、そうパター打って入んなくて、うん、なんかあみたいな、うん映像が結構あったと思う。最初の動画そんな感じだもんね。惜しい惜しいみたいなね。そうでも今ないもんね。だいぶ、ね、バンバン入るもんね。そう、心ちゃんに言われて、うん、あ、そうなんだ、もっとこうしないといけないんだみたいな感じで、自主練して直した感じ。あ、そうなんだ。どっちかと引っ掛けたんだっけ。そうそうそう。で、すごいなんかね、トゥーアップしてて、こうね、トゥーアップってこう地面から先がこう上がってる。ねうん、思った、まあ。要はハンドダウンしすぎてた。うんそれをすごい気をつけて直したら入るようになったっていう、すごい助かった。そうだよ、ね、瞬間は確かに。私も心ちゃんに、うん、返しは入れなきゃって毎回言うじゃん、うん、返しは返しだって、うんうんうん、それから私ももう返しって入れなきゃいけないもんだみたいになっちゃってしっかり打つようになった。しっかり打つようになった。やっぱさ打つようになるよね。なる。心ちゃんと回ってると。そうだね。そんなに打っていいんだみたいな、うん、打ち方するよね。なんか忘れてたものを取り返す感じがする。そうね。うん、返しは入れるんだよとか言ってさ言われるから、うん、ガンガン。本当本当。なるほどなみたいな。うん、ライン読むのねみたいな。パターね。パターは苦手だわ。繊細じゃないからさ。うん、あと勢いだね。ほんとなんか我々考えすぎだから考えがちだよね。考えがち性格的な問題かな、うんうん、なんだろう、ちょっと似てるとこあるから、ね、そうだね。リサちゃんもさらにこう上を行くこう気遣いというかな気がするな。例えばね、私がこうリボンのあるスカートとか履くじゃん、うんうんうん、で今日リサちゃんとご飯ですってなった時に、うん、こう結ぶじゃん、ピッて、うんうん、超適当だとピッて、うん、で今日リサちゃんとご飯だなと、あリサちゃんが直してくれると思うのでもすごいの、リサちゃん本当に直してくれるからマジで。でリサちゃんはそういう人のなんかリボンとかこう肩がこうちょっとこう なってるとか必ず直してくれるの。あそうなんだ。なんかほらみたいな、なんかわかんないけど、うん、必ずそういうことを直してくれる。全然意識ないけど、そこはね、たあの私はちょっとあえてって言い方変だけどあえてやってかないんだ。もう会った瞬間だから、そこはリサちゃんの場合は、あ来た来たと思ってお願いしますみたいな感じ、うん、それは知らなかった。でも私が荷物3個持ってたら絶対1個は持とうとしてくれるなんか多分ね、わたわたに見えるんだと思うよ、うん、で私はやばいリサちゃんに持たれるみたいな大丈夫だからみたいな感じを出すんだけど、もうリサちゃんがもう早いから、でもなんかおせっかいとかじゃないんだよね。そう、もうさりげなくちょっちゃんみたいな、スッみたいな、私もスッみたいな、あ来た来た、そうそうどうリボンやってみたいなきっとあれだろうね、この間のニューカレドニアの旅で結構出たんだろうね。出てる確かに帰りの飛行機で私がマスクをして、うん、純ちゃんもあマスクしなきゃみたいな、うん、なんか結構ガサ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 やっててあれみたいな、うん、おかしいなみたいな、ずっとやってて横で、うん、あるんだけど絶対あるの、私も分かってる、絶対純ちゃんマスク持ってるはずなの、絶対あるんだけど、なんかずっとなんかガサ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 やって最終的にあるよみたいな、まあ、途中からリサちゃん出してくんないかなと思ったからねあるよ待ちだったでしょ、うん、でもあるよ、ありがとうみたいな、早みたいな違う、探し始めたらいやすぐ気づくの、どうしたみたいな、もう言わないでよみたいなゆっくり探すからみたいな、気づかれたらリサちゃんに甘えることにしてる常になんかこの間、うん、そのニューカレドニア行って、まあ、お部屋が違ったんだけど、うん、小屋違って、まあ、大体純ちゃんの泊まってるお部屋があって、その先ちょっと行ったところに私のお部屋があるみたいな、ね、基本先に純ちゃんが降りるんだけど家に着く
ほんとちょっと手前ぐらいから多分鍵を探してるんだと思うけど、ガサ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 、じゃあねって言ってるんだけど、うん、なんかうんうんみたいな、なんかバレないように鍵を探してる。そう、まあでも絶対あるから、まあ、そこは、うん、まあ大丈夫だろうなと思って、ね、じゃあねみたいな感じで行くんだけど、うん、振り返るとまだこうやってるっていう。でも実は2回ぐらい家の中に忘れて出てきた朝あったよね違う、朝純ちゃんのお部屋に私を迎えに来てもらって、うん、で純ちゃんも拾わなきゃいけないから純ちゃんのお部屋までこう行くんだけど、なぜか純ちゃんが玄関の前でアキレス腱こう伸ばしてんのね。で、お、純ちゃん早いじゃんと思ってでも、なんで手ぶらみたいなずっとこういうとき私、なんかね、無駄に効率を考えるわけよ効率を、うん、で、リサちゃん来る前にドア開けとこうみたいなリサちゃん、何回かね、5回ぐらい開けたわけ、ドアを、うん、まだかなって、あ、どう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 、うん、リサちゃんかなみたいな、うんうん、何回かってね、うん、もう準備はできたと、うん、空気吸うかみたいなちょっと気分でね、うん、パンって開けてバタンって閉めちゃって、うん、あ、鍵ないじゃんみたいなめっちゃアキレス腱伸ばしてんの玄関の前で腰に手当てしたらリサちゃん来て、うん、結局効率とかね求めてドア開けたりとかして待ってたくせに、うん、鍵がなくて待たせるっていうね、待たせるっていうパターンね最高だね、うん、美味しいご飯に、ゴルフの話に、チーズにワインに、欧米かっつってカタカナ語、カタカナで、チーズにワインで、うん、いやなんかそれこそ、もう本当だったら、ね、ふざけんなよみたいに思うこと、うん、まあ、例えば、まあ、ニューカレドニアでね、うん、ついて、まあ、夜遅くワインを飲んだわけです、一緒に、うんうん、ね。ね、うん、で、まあ、寝るのが3時前ぐらいになって、うん、そうね、で朝私起こしに来るって純ちゃんこう胸を張って ね、 そうね、カメラ片手にドッキリ、朝ドッキリするみたいなことを言って、うん、6時に部屋に突入するからって言って私のカードキーを持って帰ったわけ、そうそう夜中、うん、でそうなんだろう、朝6時になっても6時15分になっても連絡しても帰ってこない、うん、おやおやっつって、うん、コンコンコン無ね、でまあ、もう一回戻って私も準備しなきゃいけない、うん、そうだよね、パッパーってやって、うん、で10分経ってまたコンコンコンシーンみたいな、うん、電話鳴らして、うん、電話は鳴っているみたいな一人でだよ廊下でパジャマでやばい、コンコンコン電話鳴ってんだけどなみたいな、普通だったら、うん、ふざけんなよみたいな、うん、そうだよ、寝坊とかないわみたいな、そうか、うん、なるよ普通はね、うんうんうん、リサちゃんの寝起きの顔を取りに行くからとか言ってねまあ最終的にちょっと拳固めにしてなんかトントントンってやったら、うん、なんか起きてましたかのような返事をするわけはーいみたいなしたでしたでしょで私の中でえ起きてた寝てたどっちみたいなはーい許されちゃうみたいな、私だって多分ちょっと面白すぎるんだけど寝ててはーいみたいな感じだよ、よく声出たなって思ういい声出た。みなちゃん明日は、うん、目標は、まあ何よりも楽しくゴルフをすることと、そう、あとそうだな、何ちょっといい感じいい人ぶったの今、ごめんなさい、何よりも楽しくゴルフすることのいいよ、お願いしよう、その後なんかグリーンが速いらしいんだわ、うんうん、そうだね、10.5、うん、で、さっきローラーで締めてたから、そうだね、11出るかもしんない、うん、明日の目標はとにかく3パットだけはしないことだね、ほう、そうすることによって、うん、こうスコアはつながるはず、なるほど、うん、もうパターに集中、そう、やっぱみんなね、ここはグリーンが難しいっていうイメージ、あ、そうなんだ、だって入んない、あー、そう、ヒュンってなるんじゃない、なるほど、植え付けちゃいけないって言ってたしね、そうだね、言ってた ね、 言ってたね、楽しみ、商品ゲットして、うん、いっぱいあったしね、ね、
結構なんかいい商品が盛りだくさんだったね、うんうん、なんか変なのないね、うんうん、でもやっぱどうせのテレビ欲しいな。確かに 4K、うん、57インチ。そうということで明日、はい、頑張ります。頑張ります。本当に真っ暗、うん、そして寒い寒いなんか新鮮こんな真っ暗な中、うん、あ、ここ跳ねるとこ、うわあ、すごい、ついてるよ。あれが丸部屋ですね。丸見え、丸見えだね、うん、こんちゃん、どうぞ、お待たせいたしました。ありがとうございました。じゃあ明日、これ鍵は抜いてた方がいいのかな無視なんだっけ今、結構なボケかましたんだけど じゃあ明日って言ったのに明日ね。おーダメだ、これも戻るここさ、やばくない、ここ3パッドって4パッドじゃない。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくねー。